悲しいな、エイジ伊達。スピードもタイミングもパーフェクトだった。あとそこにパワーさえ加わっていれば、私の時間は失われていただろう。君のその右拳さえ砕けていなければ、私に一太刀浴びせられたものを。尊敬するボクサーは、そう聞かれたら私はためらわずこう答えるだろう。その選手は東洋の小さな島国ジャパンという国で出会った侍だと。チャンピオン右！もう二度とリングの上で出会うことはないだろう。しかし君の名は忘れない。避けてください、伊達さん。セキス、サオ。試合終了！倒れると同時にレフェリーがストップ！ WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、王座暗号火山！10ラウンド2分14秒、伝説の男の前に日本の伊達玉砕！タンカ！おい、伊達が動かねえぞ。やばいよ、あれ倒れ方が変だよ。伊達！静まり返った会場に悠然とメキシコ国旗が広がる。伊達さん、やっぱりチャンピオンは強かった。しかし伝説の男に真っ向から勝負を挑んだその姿に我々は拍手を送りたい。ありがとう、ありがとう伊達英二。よくやったぞ。